はい、いつもありがとうございます。はい、BGB の1276 NFL パニーニインペッカブル本日発売ですね。バスケはね、もうランダムでヒットランダム、カードランダムかにしてまして、アメフトの場合はドラフト形式にしてます。はい、好きなチームっていうのがかなり固定してますので、アメフトの場合はお客様でね。はい、ということで、ですね、一応15スポというのはサインカードの、はい、ドラフトです。でレギュラーカード系に関しては開けていく順番、出現順に、最下位から分配します。多分9万円ぐらい出るんじゃないかなっていうんで、まあ、多分7位ぐらいまでいくのかな。だから下半分がまあレギュラーかなんね、っていうのが、まあルーキーカードでも出ればねっていう感じです。でブロックチェーンとメタルカードは全員抽選です。はい、じゃあ、まあサインカードのドラフトってことですね。はい、じゃあ、抽選します。サイコロ2つ打って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直し、ほい、はい、2と1で3回、リフレッシュしますね。ちょっと寄せるか、これぐらいか。はい、じゃあいきます。3回です、すぐです。1、2で次です、3、はい、3タイム、2の1の3。はい、ドラフト1位は ARZ さん、おめでとうございます。ドラフト1位は ARZ さん、毎年インペカとね、イマキュレあたりはグループブレイクやってるんですけど、本当 NFL はチームコレクターが多いので、えっていうのが下に落ちてきたりね、結構します。なのでまあドラフト形式以外はちょっと考えられないですね、アメフトの場合は。はい、じゃあ、1276ドラフト1位は ARZ さん、おめでとうございます。ドラフト2位がジョーさん、ドラフト3位がレモンさん、ドラフト4位がブラウンさん、5位が ARZ さん、6位 US さん、7位、加古さん、8位 OS さん、9位加古さん、10位、EIS さん、11位加古さん、12位加古さん、13位ライオンズさん、14位、1トン15位 EIS さんとなります。で、先ほど申し上げた通りサインカード以外は、ドンベから分配です。一応こちら記載のこれですね、まあサインカードは15枚かなというね、ここにちょっと説明書いてます。レギュラーカード系、メタルカード以外のサインカードの、サインのないカードね、は出現順にドラフト最下位より上に向かいながら分配します。で出現したところまでとします。はい、なのでまあ生9枚ぐらい出るのかなって感じですよね。だからまあこの辺はね、ルーキーカードでバローとかね、ツアーとかね、はい、ハバート出れば逆転チャンスです。はい、じゃあ開封します。はい、インペカ3箱ね。はい、じゃあこれから開封します。よいしょ。さあ、1箱目。今年は丁寧に入ってますね。いつもはっちゃけてますが、丁寧です。丁寧だと取り出すとき危ないので、ここを取っちゃいます。はい、ね。無理やりガッてやるとね。カードは直に入ってる。こうですね、はい、ステンレスないの、今年初めて見るんでね。さあどうでしょう、全部これに入ってるのかな。こうですね、
まあこっちが一応表ですから、まあ後ろだとしてもこのまんま連敗します。はい、こっちが表ですからね、こうですから。はい、じゃあですね、よいしょ、ベースカードなんで一番初めに出現したクーパーカップ、こちらが EIS さんですね、1の50です。クーパーカップいいレシーバーですよ。今年さらに成長してますね。はい、動きがいい。で次は1トン3ベースのパラレルだ、ラッセル・ウィルソンの10シリ5番。はい、レギュラーカードは3入ってるね。はい、で次がライオンズさん、ウエンツ12の75、じゃない一番違い、ベースが3枚ですね。でまずここから、はい、AJ ディロン3入りはすべてドラフトに回ります。 AJ ディロンのこれはインス、あでも RPA ですね。はい、ルキのパッチオート10シリ金ホロ10の10。はい、横型か、これはオートしかないルキですね。ルキオートグラフ71の99、レーダース、うん、ですね。まあ、大体そうですね、ルーキーのパッチオート系とルーキーのオート系が入ってて、あとベテラン系かレジェンド系かみたいな。次はおデュアルだ、あパトリック・ウィルス、お親方いる。はい、まな板親方です、チャールズ・ヘイリー。すごいですよ、ここまな板つけてますね。はい、脳震盪防止なんですよね。9の15、ここ出っ張ってるでしょ、すごいラオウみたいになったでしょ、ここね。そうなんですよ、いやすごいいい選手でした。あのナイナースですけど、あの本来はダラスですから、もうダラスの親方は最強でした。もうリーダーシップもう全てが完璧ですね。それとパトリック・ウィルスなんで、ディフェンス好きな人は最高のデュアルじゃないですか。はい、9の15、あまたこのいいですね選手は。はい、トムリンソンマスターストックスですね。はい、23の25、いいですね、綺麗で。トムリンソンいい選手でしたね。はい、トップスの紙で100いきましたね。彼が多分、まあ、マニングとかオッズがあったけど、ただのレギュラーが100超えたっていう、彼が初めてだったような気がします、アメフトだと。おお、ジャスティン・ゼファーソン1の10、バイキング数のとこですね。下はヘルメットっぽいです、いいですね。でルーキーのジャージオートシールと、こっちがルーキーカード扱いですね、あっちはルーキーのパッチオートなのかなっていう枠かな。グリーンです、1の10、ジャスティン・ジェファーソン。はい、サインは5枚、トムリンソンにデュアルにいいですね。あ、来たね。でレギュラーカードは下から3枚いったので、次は過去3 EIS さんの順番。デコイ3枚です。はい、こうですかね。はい、カッコさんはまずベースハスキンス10の50、で次もカッコさんでフィッツジェラル、あブロックチェーンだ。はい、これは最後に全員抽選ですね。ブロックチェーン誰だ、
偉いですね。これはエレガンスルーキーのヘルメット&パッチ、さっきのジャスティン・ジェファーソンのやつかな、121なんで、はい、エドワーズ・ヘライですね。これは最後に抽選です。忘れるんでここに置きます。はい、でここからひっくり返ってますね。ちょっとどうなってんだろう。レギュラーが今2枚で、アニエス・ウィリアムス4-99オンカード。アニエス・ウィリアムスもすごいですね。いい選手でした。はい、今こんなセーフティーいる？思いつかないなっていうぐらいいい選手です。で次はダンテ・ホール。はい、なんかスペシャルに特化した選手が多いですね。59-75です。ダンテ・ホール、スペシャルチームすごかったですね。よいしょ。これなんだ、あ、密着してた。はい、オートルーキーです。ジャガーズですね。58-99 CJ ヘンダーソン。で横型だ。あ、この件も1枚入ってるのかな。16-99です。はい、ラビスカ、彼もいいレシーバーです。でレデンプション、さっ、マホームズ。なんだこれ、エクストラバートラ、ん、トラバガンスパッチオートのゴールドだ。初めて見るインサートだな。去年もあのインペカのグループブレイクでマホームズ出ましたよね。今年も出ました。一応プラチナムがあるんですね。エメラルドの前ですね。さっきエメラルド10だったんですけど、まあカードの種類にもよるかなと思います。まあ人による場合もありますし、まあ5シリから15シリ20シリぐらいの間じゃないかなと思います。はい、選手によってシリアルも違うと思いますので、そこだけご注意ください。マホームズです。はい、で下、あ、オートだ。はい、ドレイトン・エヴァンスですね。23-35。はい、これが投資番号ですんで、はい、ちゃんとした RP はこれなんですね。うん、エレガンスのインペッカブルパッチとヘルメットっていうのが基本なのかな。はい、で3つ目、あ、これにありました。よいしょ。はい、まあメタルは最後ですけど一応切ってきます。マチがギリギリだな。危ないですねこれね。よいしょ。このくらい余裕あるといいんですけどね。あ、レモンさん、レモンさんはね、うん、サードドラフトピックです。あ、プレート、はい、じゃあいきます。今レギュラーが5枚出てますんで 1,2,3,4,5 あの EIS さんですね。はい、ワンワンのプレート、あ、キーナーアレンだ。はい、いい選手ですよ。店長大好きです、キーナーアレンね。はい、まあ、小型系のレシーバーなんですけど何でもできる。短いとこから長いとこまで何でもできる。何でも屋さんですね、レシーバーの中で。はい、で、加古さんもう1枚。はい、チャドジョン、5-75ですね。まあ長身のね、
ちょっと細身のレシーバーはチャドジョンね、目指すところはオチョ進行ですよね。今レギュラーが 1,2,3,4,5,6,7 ですね。でこっからひっくり返ってます。まずはおーステイダム、まあ彼も 2,3 年は3年か3年はかかるんじゃないですか。15-60、はい、よいしょ。で、シールのねパッチオートデンゼルミムス 95-99、ジェッツ、はい、おーおおバニー講座のパッチオート15の、あ違うか60かいいのか60枚限定の15番バニー講座方からパッチオートです。いいですね。うん、アメフトはね全然プライスレスですよね。ね、いいですね。バーニー講座とかね、ああいうパトリック・ウィルスとか出てね、めっちゃいいですね。アニエス・ウィリアムスですよ。そんな感じです。まあ自分の中でその当たり枠をね、こう思いある選手とかをね、作るといいと思いますよ。ね。はい、15枚限定の10番、スティーブ・ヤング。これもいいな。店長もちょっと草アメフトやった時ね、スティーブ・ヤングの投げ方を真似してました。はい、溝打ち食らってね、痛かったらやめました。はい、でもさ50ヤードぐらいは投げれましたよ、最長で一番いい時で。はい、15枚限定ですね。これは何だろう、ビクトリー、これなんで15式なのかがちょっと分かりませんね。まあスーパーボールのその勝敗の得点のあれなんですけど、15式はちょっと分かりません。15タッチダウンもしないしね、点差じゃないもんね。まあたまたまかもしれないですね。これはシリアルはあんまり関係ないと思いますね。はい、で最後これで誰でしょうか、せーのよいしょ、ティー・ヒギンスですね。ヘルメットとネームプレートだ。あれ、ネームプレート、ネームプレートなのか、上のやつ一文字ドーンじゃないですよね。110番です。ベンガルズのレシーバーですね。まあ、バロ君はね、まあ、怪我はしょうがないです。どのスポーツ選手もね。あ、ビッグベンさん、はい、どうもです。元気ですか、ビッグベンさん。はい、ティーギンスですね。まあ、大体なんか入り方は似てますよね。シールの RPA と、ちゃんとした純正の RPA。RPS かな、こっちは。あ、オートですね。まあ、エレガンス、ER?ERA とレジェンドオートが2枚ぐらい、現役か現役のね有名なところか、うん、って感じですね。はい、でプレート、ちょっとこれも危ない、もう見えちゃうけどいいっすね、こうやって普通に見ます。はい、おバスだ、20シリ、6-20、ジェローム・ベティスですね。いい、もう嬉しい、いいランナーでしたね。でもパスキャッチも結構うまいんですよね、ベティスはね。はい、6-20。まあ、元はラムズですね。で、ラムズでもう良かったんですけどね、スティーラーズ行って、一段と良くなりましたね。はい、で、ちょっと待って。はい、じゃあ、ブロックチェーンとよいしょメタルカードの抽選をします。
ブロックチェーンはケース1ぐらいなんですかね。まあ、ヘライリーだから、まあ、アメリカの方では重要あるとは思います。はい。で、サインカードが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。16枚出てるんで、ですね、この場合は、あ、ちょっと待って、押しちゃってるわ。あまりものの、まあ、レギュラーがね、1枚少なかったので、レギュラーカードが1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7ですんで、まあ一番最後に余ったサインカードは OS さんにします。はい。まあ一番最後に余るのは何かな。まあシールのオートルキーかな。はい、そうします。よいしょ。はい、じゃあ抽選いきます。抽選は1回で行っちゃおうかな。よいしょ。昔の、昔っていうかね、これ入れたやつを、コピーして、サイコロ2つって足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しいきます。はい。はい。5と6で11回。で、11回目、一番上に来た方がメタルで、2番目がブロックチェーンにします。はい、じゃあいきます。11回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、次ですね。いきます。せーの、ポチ。1と2です。いいですね。11回目。5と6。一番上が、加古さんですね。加古さんがジェロンベイです。メタルカード。で、ARZ さんが、こちら、ブロックチェーンです。まあ、時代がまだ追いついてないような気もしますが、はい、これで。ということで、需要があれば2回目もやろうかなと思ってますが、まあ、一応1回で終わりにしようかなとは思ってました。という感じです。で、本日は2回、あ、3回か、バスケットのグループブレイクがありますんで、写真のアップですね。ドラフトに使う写真のアップは多分9時10時前後ぐらいになるかなと思います。そこだけご了承ください。はい、じゃあ、とりあえず1回目のインペッカブルですね。まあ1回目で終わりかなと思います。はい、でまたよろしくお願いします。まあなかなかルーキーもね、ジャスティン・ジェファーソンのいい部分もあったしという感じでしょうかね。まあホームズもいたし、ディフェンスのベテランのデュアルもいたし、まあまあいいですね。はい、ありがとうございました。